県内では今日新たに89人が新型コロナウイルスに感染したことが分かりました。クラスターが相次いで発生した御殿場市では感染が拡大しています。自衛隊の方々というのは様々な訓練をしていらっしゃいますので、またそういったその一つの訓練以外のところの場で感染が広がっているというふうに考えています。御殿場市の陸上自衛隊板妻駐屯地のクラスターでは新たに26人の感染が分かり、感染者は合わせて38人となりました。板妻駐屯地はさらに30人ほどの検査を予定しているということです。御殿場市で多くの感染者が確認されましたが、今日も幅広い地域で感染が出ました。静岡市で17人、浜松市で7人、裾野市、富士市、掛川市でそれぞれ5人などとなっています。県内で2人の死亡も確認されました。静岡城北高校につきましては市内25例目として本日認定をいたしました。県内の学校では初めてのクラスターになります。教員と生徒合わせて9人の感染が分かっていた県立静岡城北高校で新たに生徒5人の陽性が判明し、学校内での感染者が合わせて14人となったためクラスターと認定されました。感染経路の特定が難しいと市の担当者も困惑しています。学年もバラバラ、その、今現在はつながりがない方が多いということで、何らかの接触感染という可能性は、高いかなと考えています。じゃあどの部分かというのはですね、なかなか現時点では特定できていない。静岡市は現在まだ検体を採取していない生徒と職員合わせて238人の検査を進めるよう調整中です。市内ではもう一つクラスターが発生しました。駿河区にあるデイサービスセンター名古屋で今日までに職員3人、利用者5人の合わせて8人の感染が確認されたことから市はクラスターと認定しました。西伊豆町の高齢者施設でも感染集団です。本日新たに公表する県内72例目のクラスターですが、西伊豆町内の介護老人保健施設です。昨日初めて感染者が確認された西伊豆町では介護老人保健施設で新たなクラスターが発生しました。町外に住む人を含めて職員と利用者合わせて6人の感染が判明しました。今日県が発表した68人の感染者のうち33人がクラスターによる感染者で、他にもクラスターからの二次感染や三次感染も起きているということです。感染者の中の約半数近くはクラスターの構成員というわけですけれども、やはりそこから感染を予防していかないとまたさらに増えていくことを懸念しておりますので。病床の使用率は県全体で 42.2% と高い値が続いています。